左に広げる関根、関根シュート、ナイスブロックです。藤井、さらに拾って秋元、カンテのシュート、先制浦和レッズ。振り向きざま、右足を振り抜きました、ホセカンテ、見事ですね。振り向きざまでなおかつ近いようなサイドですから、ちょっと稲垣も寄せきれなかった。跳ね返ったボールをもう一度岩を入れ直し、また宮田、こぼれ球、後ろから小泉だ、跳ね返ったボール、ショルツ、もう一度ショルツ、酒井宏樹受けてる状況ですからね、はい、先ほどの小泉のシュート、枠いってますかね、ポストぐらいですか ね、 ですね、内田がゴールカバーに入っていました、内田がカバーしたんですね、はい、枠いってます ね、 これそうですね、細かいタッチ、内田が広げて野上です、グランダーで入れました、面白いシュート、こぼれ球、長い、前田、もう一度前田、いや決定機でした、名古屋グランパス、西川ですかね、最初のシュート、この野上のパスは素晴らしかったですね、長いも落ち着いてましたけどね、このボールは、おー入れ替わった、さあチャンス、左からシュートだー、クロスバー、ここで入れ替わりましたからね、先ほどの森下のクロスバーを叩いたシュート、コントロールショットでしたけどね、はい、まあ、わずかという感じでしたけどね、丸山ヒーロー、岩波跳ね返す、このセカンドボールを拾いたい、笛が鳴った、勝ち切りました浦和レッズ。